マイナビニュースをご覧の皆さん、Q の清水です。ピロです。そういえばあいつって妹いたよな。ああ、そういえば妹いたな。なあ、いたいたいた。あ、なんだっけ、あの人アイス復活ね。5000、6000ぐらいフォロワー増えたかも。デカっぽい、そのなんか探りを入れるような役を やることが多いんですけど、面白くなっちゃいますよ。錦鯉さんの言葉がなければピロがもう一回 Q やりたいって思うこともなかったかもしれない。どうも、Q です。お願いします。いやー、あの俺アニメでドラえもんが好きなんだけどさ。あ、ドラえもんね、うん、いいね。あれは俺も好きだよ、うん。まあ、ただね、うん、今日一個だけ聞きたいことがあるんだけど。聞きたいこと、うん、何？あのドラえもんっていうアニメに出てくる、うん、未来から来た青いだるまみたいなロボットいるでしょ。うんうん、あいつの名前が何だったか思い出せないんだよね。ん？どういうこと？え？何が？え？いやいやいや、え、だって今自分で名前言ってなかった？え？いや、そうだよ。え？いや、言ってないよ。いやいや、どういうこと？え？え、だってあいつの名前って青だるまじゃないの？青だるまだっけ？え、違ったっけ？え？ってことは青がカタカナでだるまがひらがなってこと？何それ。え、いやいや、青だるま全部漢字だろ。そんな硬い名前だっけ。え、違ったっけ。なんか違う気がするな。え、いや、じゃあ俺もわかんないな。え、俺も青だるまとしてしか認識してなかったからな。なんだっけあいつの名前。うーん、まあ、じゃあちょっと思い出してみよっか。あ、そうしよう、そうしよう、うん、え、まずあのアニメって、うん、青だるまが未来からいじめられっ子の少年を助けに来るってアニメだったよな。ああ、そう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 、あのアニメは青だるまがあのいじめられっ子の少年の丸メガネバカタを助けに来るアニメなの。そう、バカタだ。そう、バカタ。バカタは覚えてるわ。いや、バカタは覚えてんのよこっちは。で、そのバカタがいつもいじめられて青だるまに泣きつくんだよな。ああ、ドラえもんとか言ってな。 あったな。で、その青だるまの方もバカタに対して、どうしてんだいのび太くん、言ってたな。言ってたろ。うん、まあどうせいつもあのガキ大将のあいつにいじめられてんだよな。あいつな、リサイタル好きよな。そう、リサイタル好きよがすぐいじめんだよな。すぐいじめんだよな、うん。確かあいつの隣にいたやつもよくラジコンとか撮られてたもんな。いたな、そんなやつ。いたやろ、ギザギザの髪型と、そう、尖った口元が特徴のあいつな。そう、裕福。裕福な。裕福だよ。いたな、裕福。いただろ、裕福。ただあの青だるまの名前だけ全然思い出せないんだよな。なんだっけなあれ。あ、そういえばあいつって妹いたよな。あ、そういえば妹いたな。なあ、いたいたいた。あ、なんだっけあれ。あの黄色いだるまみたいで、あ、そうそう、頭にリボンつけてた。そう、ドラミ。あ、ドラミだ、ドラミ。何だ、ドラミだ。さ、お前よく出てきたな。ああ、ちょっと待って。え、じゃあもうこの感じで青だるまの名前出てくるんじゃない。あ、確かにな。もうあの妹がドラミだから。ドラミでしょ。ドラミ、ドラミ、ドラミでしょ。ドラ、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 ドラ。分かった。いや、ちょっとこれはちょっと。あ、これは分かった。分かります。もうあともう一個しかない。これは分かるよな。あ、じゃあせーので言う。せーのな。せーの。うまいだるまのやつ。何何何何何。全然違ったな。全然違ったじゃないか。もうダメだなこれ。ダメだな、寝てこないよ。寝てこないわ、もうほんと参ったな、ほんと。こういう時にこそドラえもんが助けてくれないもんかね。え？え、今お前名前言ってなかった？え？嘘、言ってないよ。言ってたよ。嘘、今俺なんて言ってた？ドラえもんが助けてくれないもん。ちょっと長いかな。違うか。ありがとうございました。M1 出る前もちょいちょいなんかこう出させてもらってはいたんですけど、倍にはなってますよね絶対。
まあもう倍どころじゃない、倍どころではないかもしれない、うん、そうですね、だ3月4月ぐらいの段階で去年出た出演数は多分超えたぐらい、出したらそれぐらいのイメージではありますけど、うん、いやそうですだから裏側が大きいですね、追い風というか、そうだから風は分からないんですよあんま、だから、うん、お客さんとかファンの人とかがバーってなんか盛り上がってたらすごい風が感じるんですけど、この裏道に吹いてるんで風が、あの感じは感じづらくはあります、ね、でもそう、まあ、吹いてるんだろうなって思いながらやってますけど、うん、敗者復活でも、うんうん、下手したら5000、6000ぐらいフォロワー増えたかもぐらいだよね、いや、うん、もっと5、6000、まあ、一気に増えた、うん、でかい、だ決勝ってなったらもっと敗者復活ね、うん、めっちゃ良くなる、あれ何組15組だっけか、だと15組だとしたら13位とかですかね、はい、なんでしょうね、まあまあ、うん、真似したくなるのか、まあ、北海道に刺さってました、途中経過でその地域ごとの順位で北海道で僕らとペコパが1位を競ってました、ね、そんなことあるのかっていう、すごい戦いだったヨーグルトが話題だからなのかという予想はしてましたけど、やっぱ牛の乳、トカチのね、氷が、ありがとう、ありがとうございます。我がミルク、うん。分かんないですけどね、真相は。うん、そうですね。あんま順位関係ないですね。だってランジャタイとかもね、最下位とかで、うん、今ね、もうもっと活躍してますしね。うんうん、そうね。狭く深くのタイプですからね。僕らとか、うん、まあね、ランジャタイもそうですよ。そんなに万人受けするっていう人たちじゃないから、うん、ピローも、まあ、僕も思い返したらやっぱそうだなと思うんですけど、 M1 見て漫才やりたいと思って、うん、うんっていうのがやっぱこのお笑い始めるきっかけの間違いなく、うん、一つではあるんで、母ですよね、そのだから M1 は M1 から生まれた芸人としての俺たちを生んだ、ね、うん、まあ、俺らどころじゃないよな、そう、もう海の親の元へ帰りたいんですよね、そんな帰りたい、帰らないとな、全然ね、うん、帰らせてくれないんですよ、こう、もうちょっと旅してくれみたいな、立派になってからじゃないと帰れない、うん、まあでもやっぱイメージ もう本当昔から、まあ、今やってるそのピローが作るあのネタの中でもそういうデカっぽいそのなんか探りを入れるような役を やることが多いんですけど、本当子供の頃からそのやっぱデカっていう、でも面白くなっちゃいますよ、多分清水さんこの役をドラマで真剣にやったら多分ね面白くなっちゃう、まあまあまあ別にいいんだよ面白く、いやその多分全然俺らネタを知らない人が見ても多分面白くなっちゃう、まあだからそれはもうどんぐらいそのこういう表情とかどんぐらい入れるかはその分かんないですけど、まあ、使い方はねもちろん監督さんとかにね、お任せしますけど、これね言ってますかいつもそう、そういうなんか密着みたいな、密着系は一回その一生に一度は記念になるやろな、うん、まあ目標でもありますね、だからなんかどっかで、結果出したらなんかあるんじゃないかなって、うん、情熱大陸ですよ、パッ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 、いいですねあの曲ね曲が好きな曲、うん、流されたい、うん、だからそう、うん、笑い番組じゃないですね、なんか変な不思議な番組で、うん、がちょうどいいですかね、ね、僕らもちょっと教育テレビというか E テレなんかねあるような気はするんですけどね、 E テレ、うん、本当に欲しいんですよね番組が、勝手に僕らがなんかハマりそうって思ってるだけなんですけど、芸人したバラエティじゃない、ゆるーくちゃんとした、たまに面白いみたいな、
くらいの雰囲気で、うん、なんか成立する番組とかいいなとか、E テレのなんか おみたいな、 E テレでいっぱいね、いっぱい番組持ってるからね。そんな偏ることあんのかな、E テレ。E テレ、あんまり NHK ってそういうイメージないですけどね。いつ E テレつけても見てるみたいな。面白いけどそんな。僕一回その、ま、Q って、はい、あの解散してることがあって、でまずその解散を止めようとしてくれあったのがまず錦鯉さんであって、うん、で、まあ結果解散してしまったんですけど、で半年ぐらい僕ピンでやって、でももうちょっとどうにもならんからもうやめようと思ったことがあるんですね、芸人自体を。その時にやめなくて済むきっかけを与えてくれたのがそのロビンフットのオグさんと、まあ、スーパーサンスケさんで、まあ、サンスケさんが最後にそのちょっとユニット D からネタやろうよみたいなのを言ってくれて、で、ああでもこういう話してくれてるんですってオグさんにお話ししたら、オグさんがじゃあもうそういうライブやろうやって、その清水がいろんな芸人あのコンビ組みたい人と9組ぐらいやったんですけどネタやって、でそれで清水がやりたいと思えばもう一回やればいいし、それでもあのもうやりたくないって言うんだったらやめりゃいいじゃんみたいなあの話をしてくれて、でそれでライブやったんですけど、まあ、それでも僕あの結局そこでは誰とも組もうとはならなかったんですけど、そのタイミングでピロがあのその時組んでたコンビもう割と半年ぐらいですぐ解散してもう一回やりましょうっていうなって、まあたまたま今またこうやって組めてるんですけど、あのねそのオグさんとサンスケさんのおかげでこう僕が辞める時期を1ヶ月2ヶ月引き延ばしがなかったらもうとっくに辞めてましたし、で錦鯉さんの言葉がなければピロがもう一回Qやりたいって思うこともなかったかもしれないっていう意味で、まあ今僕が芸人として存在できてるのがやっぱその 4人の方のおかげかなっていう感じでずっと感謝はしてますね。嬉しかったもんな、うん、まあなんかでも別に普段その芸人が解散だとか辞めるって言った時にその止めようなんて思わないけど、お前たちはもったいねえよみたいな感じだよな。まあ、わざわざ俺ら2人を呼び出して、うん、まあ、オフの日に新宿で錦鯉さんがライブ終わりで、今がライブ終わって飯食うけどお前らちょっと何してんだよみたいな感じで、うん、まあ、それぞれ電話かかってきて行ったら、まあ、清水さんもいてみたいな感じで、うん、で何食いてみたいなんで、焼肉連れてって行ったり、そう焼肉ね、情熱ホルモン、うん、あの思い出横丁の、うん、行って2階の席で焼きながら、お前ら、お前ら解散すんなよって言って、うん、俺が嬉しかったのはなんか、うん、あの時にちょうど M1 グランプリが、うん、つあのザ・漫才が終わって、うん、M1 グランプリが2015が始まる前だったんですね。始まる前っていうか、そうそうそう、うん、来年から M1 が始まるんだろうって、うんお前らの、いやそんな M1 なんてお前らの大会だろみたいな感じで、なんかやっぱそのザ・漫才と M1 の戦い方がちょっと違うってやっぱ言われてて、うん、まあ、M1 の方がこういう僕らみたいなちょっとそういうのでもなんか勝てるから、勝てるっていうで、なんか雅紀さんとかも、うん、いやちょうどねこの、まあ、最近なんか高橋と喋っててみたいな、うん、でこのミッドのその時ソニーだったんで、俺らも一緒の事務所でソニーでなんかM1 とかこう行きそうな やついるかなみたいな話してて、まあでも俺らか Q ぐらいだろみたいな感じで話してたんだよみたいな感じ、うん、でその時雅紀さんとか言ってくれて、うん、嬉しいなあと思って、うん、だからそれがずっと残っておいたんですよね、解散してからも。結構ね当時もいろんなところで面白い芸人とかねアンケートとか取、うん、聞かれることあるんですけど、よくねあの Q って言っていただいたりもしてたり、そうだ、ね、めちゃくちゃありがたい、うん、本当にあのレバーが全然焼けなかったんだなんかそうだ全然そう、うん、全然火が弱くて、うん、
もういいんじゃないかとか言って何にもなってないです、何にも何にも変わってない、何にも変わってない、こっち側と一緒の色してます Q の実験的サロン研究室という、まあ、オンラインサロンもやっております、今のところ、まあ、まだ始まって半年ぐらいしか経ってなくて、まあ、少しずつ登録してくださってる方も増えてるので、まあ、僕ら Q に少しでも興味持っていただけた方がいたら、まあ、入っていただければもっとなんかすごい詳しい僕らの単独公演の、まあ、台本だとかメイキングだとかいろんなものから僕らそれぞれのコンテンツまでいろいろ揃ってますんで、ぜひご入会会いにしてくださいお願いします、まあ、その他にも、ライブなどいろいろ立っておりますので、よかったら興味持っていただいた方ぜひ見に来てください。お願いします。お願いします。